はい、皆さんどうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。僕ですね。はい、前回に引き続いてやっていきましょう。さて、前回グラビモスを倒した直後にね、なんかいきなりムービー始まってしまってね、あの後何もできなかったんですよね。なのでもう速攻始めたいと思います。はい、というわけで倒した後からね、ムービーが始まって、今から天空さん行くはずです。行くぞ。やっぱ武器鍛冶職人のあの娘さん超可愛いね。やばい。やばい。冬が楽しみですね、皆さん。いや、深い意味はないんですけどね。さて、行きましょう。さあ、飛空船がようやく完成した。早い。ね。さあ、そこから飛ぶ、イサダ船。うん。行きましょうか。さあ、これからだ。これからが本番や、みんな。さて、空へ向かうところでは確か、モンスターに襲われるってことは、多分なかったと思うのでね。まあ、行きましょう。ね。シナト村、行きましょう。よし。ここのムービーもね、意外とめちゃめちゃ綺麗なんですよ、皆さん。ね。ぜひともね、皆さん、これはね、3D モードオンで見たら熱いですよ。行きましょう。意外とね、モンスターハンターってね、立体視、ね、立体視がよくできてるんだよ。カプコンはね、カプコンと、任天堂のゲームは立体視がよくできてる。マジで。これマジだから。皆さんもぜひともね、3D モード結構な人オフでやってると思うんだよ。みんなはどうだった？俺はムービー中だけオンなんだよ、基本的に。ね。いや、オフ、オンにするとね、まあ、確かにゲーム中とかだったら確かにちょっと、ちょっと鬱陶しいとか思っちゃうけどね。ムービーとかね、ちょっとしたとこだったらね、すごい綺麗なので、ね。ぜひとも皆さんもね、やってみてください。さて、これセカンド G の頃の雪山でしょうか。はい、さあ見えてきました、シナト村。さあ、この動画もね、ようやくパート20までいきました。やったぜね。もうここからね、終盤です、皆さんね。もう終わりがちょっと近づいてきましたね。だからすごい切なくなってきますね。さあ、ヘビーボーガンでクリアできるのか。パート20。ね。今回モンスターはどんなモンスターを倒すのか。やっていきましょう。さあ、綺麗な村ですよね、ここ。ね。風景がすごく良さそう。でもなんか、ね、食べ物とかどうすんのかなってちょっとすげえ心配になるよね、こういうのって。畑とかあるんだろうけど。なんだろう、なんだろうな。畑で取れないものとかどうすんだろうって。すげえ心配してくる。いや、そんなこと気にしなくていいんでしょうね、ゲームだから。すっげえクジラ、でっけえクジラ、あんたハンターだろ、すげえぜ。よし。ね。さて、ちょっとストーリーがね、若干入ってるんですが、見ていきましょう。あ、ね、にこやかな青年。ああ、ハンターさん。ねえ、ここは竜人っていうなんか人たちのね、村なんでしたっけ。ね。よくわかんない。竜人、なんか、モンハンの世界観俺、あんまわかってないんだけど、アイル、チャチャブーとかさ、この竜人と、あと人間、こんだけなんですか、種族って。ね。竜人はなんか頭がいいんですか、ちょっとよくわかりませんね。さて、こいつ、錬金屋さんですね。錬金屋さんはね、なんだろ、お守りを入れて錬金するとなんかすげえ幸せになれるので、ぜひとも皆さんね、一度はやってみてはいかがでしょうか。僕も一回やってみましょうか。じゃあ、いらないものなんか入れてみましょう。まずね、いらないものランキングナンバーワンの年輪、ね、これ入れてみましょう。じゃあ次に、ね、これもいりません。ね、大冒険ターンもいりません。これ三つ入れて、合体やってみましょう。まあ、これは後回しにして、ね。よいっす。シナト村か。風なりの村とも呼ばれてな。ね。さあ、竜人しかおらんが、ゆっくりしておいてくれ。よし。こいつを探してここまで来たんだ。おお、なんと、それはまさか。どこでそれを。こいつは幸先がいい。なんだこれは。実はそれは不吉の証だ。昔々天空山で大災害を起こっての、ね、モンスターハンターの世界ってなんか怖いよね。モンスターがね、やばいモンスターがいたらなんか、滅ぼされるじゃん、人間。俺ダメだよ。正直あれだよ。なんだっけ、なんだろうな。イーオスとかに出会っても殺される自信があるよ。ダメだ。怖すぎるこの世界。リオレウスとかいたらもう、ねえ。ちっちゃい国だったら滅ぼされるんじゃねえの。やばい。はい。あ、でもなんかそういや、あったね。なんかメタルギアソリッドピースウォーカーだっけ。あれで、モンスターハンターの世界にスネークが
なんか迷い込めるみたいなね。で、現代の、ま、ね、銃とか使ってモンスター狩れるんだっけ。俺メタルギアそれやってみてえな。やったことねえんだよな。どうなんだろう。すげえ見てみたい。あれモンスターすぐぶっ殺されるのかな。それともすげえ抵抗してくるのかな。ねえ。ね、今ので気になった方はぜひともね、検索見してみてはいかがでしょうか。メタルギアソリッドのピースウォーカーだったかな。PSP とプレイス3で確か発売してたと思いますのでね。さて行きましょうか。今回倒すモンスターは何ですか？え？倒すモンスターは？あれ？倒すモンスターは？あれ？あれ話聞いてなかったっけ俺。ごめんごめん。うん。何すんの？俺。え？おー。はい。というわけで、何をするのかわかりませんので、じゃあ今回倒すモンスターは、ドイツにしましょう。ドスイオス、あ、高難度ってのが出てる。これにしようか。あ、これかな次行くの。あれか。目的地は天空山です。ね。で、ちょっと行ってみましょう。もうわかりましたね、皆さんも。こいつは何なのか。はい。ババコンガか。ぐっそ久々やな。ね、うんこまみれフィーバーだろ。あいつより負けるわけねえだろ。行ってくるぞー。さて、ババコンガだったらね、確か、炎に弱かったはずですので、ね、今持っている、リオレイヤのヘビボガの火炎弾によるしゃがみ撃ち。ね、これがガッツリとドカンと決まっていくでしょう。いいぞ。よし。さて、じゃあ弾買ってから行きましょうか。よし。薬草も買っといて。あと何いるだろう。玉買おう。よし。さあ、ババコンガだったら、まあ、通常弾で、ね、適当にゴリゴリしていけば勝てるかなと思う。あとはね、前回、ついにね、発明したっていうことがおかしいですけど、ね、ついに開花した、この、しゃがんでシューのね、熱い使い方をね、皆さんに見てもらいたい。それでは行きましょう。バーサス、ババコンガ。高難度。不穏の幕開け。ここから難しくなってくるぞ。行くぞ。さあ、天空山です。空からね、岩が落ちてきます。怖いですね。これ、モンスターじゃなくて岩に潰されて死ぬんじゃないの？怖いんだけど。やばすぎ。このステージはね、空をよく見ると、リオレウスとかがね、よく空飛んでるんですよね。なんかあそこにもなんか飛んでますよね。なんかいっぱいなんか飛んでるんですよね、ここ。本当に。怖いですね。これ、リオレウス3体ぐらいに囲まれたらどうすんだろうな。リオレウス親子が現れた。やばすぎ。勝てる気がしねえ。はい、というわけでじゃあ行きましょうか。ババコンが。ババコンがどうせ、何番でしょうね。何番にいるんでしょう。どうせとか言ってわかんねえや。よし。まあ、適当に行ってみましょう。さあ、今回も忘れずにペイントボール投げつけよう。ここかな？あ、ここだ、ここだ。緑があったからね。さあ、ドキドキする。キラキラ光る鉱石欲しいぜ。さあ、イオス対、ババコンガです。ね。ババコンガの足やろ。お。戦ってる、戦ってる。なんかすごい煙出てる。うらうらうらおこだぞ。あ、飛んできた、痛い。やべ、バレた？なんだお前は。今日の瞳怖い。野獣の眼光。ふぅー、おーい、ワイルド。行きましょうか。バーサスババコンガ。ね。最初から恐竜ウイルスが発症してる。気をつけよう。こいつは強いぞ。えっ、あんたさ、なんだかババコンガの様子か。ゴアバカラのもの、どうしてババコンガに。よし。あれ、これピンクボールもう一回体操見せるの。行くぞ。さあ行きましょう。バーサスババババババンゴ。ババババババンゴって。ババコンガ行きましょう。さあ、ちょっと戦いづらいステージですけどね。頑張ろう。よし。さあ、いきなりフェフフいいね。うん、グルリンパ、いいぞー。そこはカモだ。打ち尽くせ、打ち尽くせ。よし。さあ、おならしていく。大丈夫、大丈夫。やっぱ、近接移植じゃないのでね。おならもね、聞きにくいってのがすごいいいですよね。このわ、よいしょ。なんか、いつもよりなんか、エフェクトが派手な気する。当たってる感じの。当たってんのこれ。よいし
いや、気持ちいい気持ちいい。あ、やばいこれ大ヒーくっそ解毒薬は持ってますよ。くっそー。さあ、うおーい連続かい。さあ、ババコンが、ね、恐竜ウイルスかかってるやつは、毒をメインに戦ってくるんでしょうか、撃ってくるんでしょうか。ちょっと鬱陶しいですね、これは。よし。さあ、乗り込み行きましょう。乗り込め神か行くぞー。さ、狭いから、しゃがんでシューはすげえしづらそうですね、これ。さ、どう戦っていきましょうか。行きましょう。成し遂げたぜ。行くぜ。あ、いけるか、これ。あ、ダメだ。いや、いける。あ、ダメだ。やめとこう。さ、普通に通常弾レベル2を打ちかましていきましょう。いや、しゃがんでシューはね、やっぱり広いところで打たないとね、あんまり効果なさそうですよね、ほんと。よし、え、いいね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 、怒ってですね、怒ってますね。うわーい、おい、さあ、恐竜椅子かかってしまった。ちょっとこれはまずいか？あ、それ俺、独断買い、買うのを忘れてる。4発しか持ってないわ。どこ行ったん、あいつ。上行ったか。ちょっと上、俺も行くか。出てたもんだ。出てたもんだ、ここか。よし。ほらー、切ったよ、コンガちゃん。よいしょ、よっしゃ、乗り込み攻撃。さ、ここだったら気持ちよく当てれそう。ねえ、火炎弾のしゃがみ撃ちとか気持ちよくいけそうだね、これ。うおー、何すんのお前。じゃあ、お前そう、トリッキーの動きすんな。トリッキー族かよ、やめろ。よし、おいさあ、まあまあね、こいつには全然手こずってない感じなので、いい感じでしょうが、ちょっと打ち消し飲みましょう。ね、性病にかかるとね、ものすごくこっちが辛いのでね、なるべく打ち消し飲みはね、持っていくようにしましょう。よし。やっぱ近接触と違って、無理やり手数を稼いだりっていうのがちょっと難しいからね。よし。今のうまいですね。ちょっと下がって避けるっていうのは素晴らしい。あーっとさ、ケツだけ精神ブリブリーってアホか。よし。オッケー。あれでもね、なんかダウンしてたらさ、なんか下に落ちるっていうのは違うの、あれって。あれってなんか、ステージが違うのかな、このステージではならないとか。なんかあんまよくわかんないんだよね、ここの、網目状のとこ、お好み焼きゾーンなんだけどさ。なんか、ひるんだら下に穴ぼこが開いてドーンって落ちるやついるじゃん。で、落ちないやつもいるじゃん。ちょっとあのあたりのね、違い、なんか皆さんね、ご存知でしたら教えてください。僕、あのあたりすげえ気になっててね、もう、夜も眠れない、ほんと。今日もね、起きたの昼でした。ね。辛い。今日休みなんですよ、僕。ね。休みだからってね、こんなゲームばっかして最高ですね、ほんと。いいですね、皆さん。皆さんは休みの日とか何してますか？ね。おー、なんか辛そうな食ったの。うんこだ！怖すぎ！よいしょ。俺、休みの日は基本的にはね、ゲームかな、やっぱ。おー、さあ、サブターゲット達成です。行きましょう！しゃがんでーしゅー！火炎弾の地獄の一撃、お前は死ぬー！俺が死ぬ！あー、で、超えた！やるじゃねえか。よし。おならはフィーバー。よし。行きましょう。拡散弾とか、ね、あんま使ってなかったから使おうか。一発しか撃てねえから、すげえ、これ。なんかあんまり、いい感じしないんだよね。おっと、危ね。一応使い切っとこうか、これも。ダックルさ、恐竜ウイルスかかってしまってさ、火炎弾が熱いぞー。大丈夫、当たらない。よいしょ、もう。行くぞ、しゃがんでシュー、気持ちいいぞー。よし、行きましょう。いや、気持ちいいね、これ。こういう戦いができたらすごい楽しいわ、これ。よし。逃げときましょう。よし。このまま。あ、大丈夫これ。あ、だ、なんか、次位置悪そう。最悪だった、これ。うわぁ、危ねえよ、おい。あ、こいつ、火効かないのに火吐いてるぞ、こいつ。大丈夫なの、これ。まあ、多分大丈夫なんでしょう。さて、おっと、恐竜ウイルス、発症しそうです。なんとかいっぱい打ちたい球。よし。当たれ、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 当たれ。よし、克服完了。さあ、ババコンがやはりね、もう結構戦ってるんで、もう攻撃も全然手こずってません。ね。これもいつも言ってるんですけどね。もう手こずってませんと。なんかそんな時にかよく手こずってるよね。あ、でも今回はなんか違うでしょ？ね。ババコンガとかで、ね、手こずる気はしない。これだ、もう。はい。地獄の三段祭りだ。いけー！いけ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 
いや、しゅうじ、大丈夫、大丈夫、大丈夫。ね。今のダメージ食らいながらでも、する価値があるから。回復、神かよ。よし。移動でしょうか。よし。さ、あ、おっと、なんか、なんか食べたぞ。ちょ、ちょ、ちょ、なになに、待て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 。武器直しちゃったよ。くそ。シュー。ここだ、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 ひるめ、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 あったー、大丈夫だ、大丈夫、乗り越えた、乗り越えた。ありがとうございます。ね。よし。怖いな、あいつ。よし。三段、あー、これは、どうしよう。いいか、これで。よし。武器変えとくか。ね。三段は、使えるからね、あれで。よいしょ。しゃがみ打ちで。ね。弾をしゃがみ打ち用にして温存しておきましょう。さあ行きましょう。通常弾レベル3。ね。さあ、長弾の威力で。驚け。よし。さあ、今度、マキノ？あ、そうか、こいつ。食べてるのはキノコが。キノコを食べる。ね。ニトロだけ食べたら火を吐く。ね。しびれだけを食べたら、なんかすげえめんどくさいことになるっていう。そういうやつだった、こいつ。さあ、今度しびれで食べてるからね。気をつけよう。麻痺食らった、これもう、即死レベルだぞ。やばいって、だからバカ！あっぺ、ちょっと、あっぺ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 。当たるわけねえだろ、バカ。よし。さて、移動でしょうか。さよなら。さあ、なんとかね、いい感じに戦えてる模様ですね。よし。これ、金色だからね、お守り出るからね、ちょっとほっときましょう。やったぜ、お守りじゃねえぞ。錆びた塊。え、ヘビーボーガンのさ、みんな聞きたいんだけど、なんだろう、錆びたっていうか、太古の塊じゃない、なんだろう、あれ。なんだろう、わかんない。ライトボーガンだったら鬼ヶ島とか神ヶ島とかあるじゃん。で、ヘビーボーガンってあるんですか？俺、正直、ね、一個前のデータもね、結構やり込んでるんですけど、ね、普通の通常の方、プレイしたデータ。ね、そちらの方もね、お守りマラソンとかいっぱいしてね、太古の塊とかいっぱいゲットしたんですよ。だけどね、ヘビーボーガンだけ一個も出てこなくてさ、ね、出てくんのかな、ほんと、あれ。よいしょ。多分ないんでしょうね。よし。ヘビーボーガンすげえ不遇じゃねえか、それ。おい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 、全国のヘビーボーガンプレイヤー、ね。最近ね、俺のコメントにね、もう、ダイダラさんのおかげでヘビーボーガン始めましたとかね、熱いコメント、ありがとうございます、皆さん。ね。いいですね、もうヘビーボーガンね、この世界のね、ブームにしましょう。よし。さあ、逃げたものですよ、追っかけましょうか。さあ、でもね、寝てるのかなこれ、大丈夫かな。よし。回復も、あ、行った、これで、行くか。よし。皆さんもね、ヘビーボーガンね、自分で使ってみた人はね、多分お分かりだと思うんですけど、まあ、確かにね、火力の高さは、実感できたと思いますよ、本当に。友達とプレイしてみても、多分、しゃがみ打ちがね、すごい、いいです、やっぱり。ね。怖い怖い、毒ですね、また。よいしょ。誰か、仲間の方を向いてるときにね、しゃがみ打ちの貫通弾をね、敵に打ちかますときのね、快感。で、皆さんにもぜひともね、味わっていただきたい。ヘビーボーガン使いではもう、ならではだよ、快感は。よし。さあ、通常弾レベル3に切り替えていきましょう。さあ、ウイルスの発症はちょっと進んでますね、気をつけましょう。よし。さあ、ババボンがもう弱ってるので、ね、よいしょ、このまま、やっつけよう。ほら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 よし。うんこぽーん。さあ、弱ってる。よし、ここだ！チューン！逃がさない！クソ、逃げられるまで行かないで！行っちゃった。行かないでくれ、待ってくれ！お前早い！お前早い！お前早い！さて、敵は逃げて7番です。さあ、これはお休みしに行ったんでしょう、おそらく。ね。さて、とどめです。かましていきましょう。よし。さあ、通常のレベル3を顔面から叩き込む。それで、お前は終わりだ。よし。あ、じゃあ起きてるじゃん。ちょっと行くの早すぎたね。寝てる予定だったのに。まあ、いいや。3段で、チューン！また逃げるんですか？やったぜー！というわけで見事撃破。しゃがみ打ちの強さ、皆さんも分かっていただけたでしょうか？噛んじゃった。え、じゃあね、3段あんだけ撃ったのになんか、
病気発症してたんだけど、あ、ちょっと前から発症してたかな。ね。いやー、いい、これ。これはいい。このしゃがみ打ち最高かもしれない。ね。え、結構討伐時間もね、10分ちょっとですよね、今回。ね、クエストを確認。うん。10分と58秒でした。ね。意外と討伐時間もね、短く済みます。ね、しゃがみ打ち。ね、やったぜ。あ、ドラフライト構成か。ね、これで、なんかね、いろんな武器もどんどん作っていけますね。よし。それで、あと、やっぱ装備作りてんだよね、あの、エビを。ね、回避距離アップとね、なんとね、あれもつくんですよ。回避性能プラス1。ね、が、つくんですよ。このエビ装備ってやつ。ね、皆さんもぜひともね、エビのね、効率のいい集め方とかあったら、なんかぜひとも教えていただきたいです。なかなかね、網だけじゃ集まらないんだよね。でも網でしか手に入らないのかな？すげえ切ない。ね、回避性能が、今の装備に加われば、マジで最強かもしれない。だよね。だよね、最強だよね、多分。よし、さあ今回はちょっともうちょっとね、イベントも見ていきましょう。さあ、なんか出た。ね。グレードなんとかかんとかね、売りましょう。よし。さあ、ギャラリーに広がる脅威が入った。お、モンニャンダの行き先。おー、そうか。あ、これで新しい天空山に出るモンスターの、ね、素材が手に入るんだね。これでお供アイルも強くなる。さあ、ムービーです。なんでしょう、これ。あ！ゴアマガラだ。俺にやられたゴアマガラ。日焼けしたから、皮がボロボロ。あ、ヒリヒリしそう。水ぶっかけやぞ、水。ちょ、ばっ。ひーあれ、きついよね。日焼けんとこに水。シャワーとこれも苦痛だもん、いつも。いや、そんな外出ないからね。メタにならないんですけど。さて、突如現れた、黄金のモンスター。ね、あいつが今回の、ね、このゲームの、クリアの最終目標です。ね。ガバンゴングの様子か？ね。えげつないですね。よし、こんにちは、ハンターさん。ね、やばかったよ。怪我してほしくないな。最終ツアーなんてどうだよ。あ、これいいぞ、いいぞ。最終ツアー。これは今度やっとこう。よし。で、ちょっと長老にお話ししましょうか。どうした？そこなるハンターよ。険しい顔つきをして。ババコンガが。なんだと凶暴化してバババババババ。そう、これは大災害の災害か。やばすぎ。ね、大僧侶の浜に報告せねば。ってわけで。ね。奥に神殿があるから、ね。頑張ろう。ね、神殿で神殿年と。ね。すげえ面白いこと言った。よし。はい。というわけで皆さんお疲れ様でした。次回、なんと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 モンスターを、の様子を見に行く。誰の様子を見に行くんだよ。天空山調査しに行きたい？一人王が一つ、ゲデルセルタス。さあ、ゲデルセルタスだ、あいつだ。そしてリオレウス。さあ、来ました。モンスターハンター、三大やばい奴ら、ね、です。こいつらをね、次回から討伐したいと思います。皆さんね、次の動画もぜひとも応援してください。というわけで皆さんお疲れ様でした。おつぽよ。ね、また次の動画でお会いしましょう。じゃあ、バイバイ。